Radio Sakamoto. On 81.3 J-Wave。 こんばんは、小山田圭吾です。明けましておめでとうございます。この時間は坂本龍一さんが2ヶ月に一度お届けしている J-WAVE レディオ坂本。今夜の放送も坂本さんが病気療養中のためお休みとなります。代演として僕小山田圭吾がお届けします。坂本さんからメッセージをいただいておりますので、これは恒例になっているらしいですけども、代読させていただきます。小山田くん、僕の代わりにナビゲーターを務めてくれてありがとう。小山田くんの生の声を聞くのはリスナーにとって珍しい機会ですね。こんばんは、楽しんでください。ゲストの大友くんとの話も興味深く楽しみです。小山田くんとも大友くんともまた早く会いたいな、ということなんですけど、本当にね、坂本さんとは僕最後に会ったのは3年ぐらい前に細野晴臣さんのロンドンでライブがあった時にアンコールで一緒に演奏する機会があって、その時以来ですかね、3年ぐらいお会いできてないんですけど、本当に早く会いたいですね。さて今夜の放送ですが、ラジオでの一人喋りはあまり慣れていないので、頼もしい助っ人、音楽家の大友義秀さんをお呼びしています。大友さんは僕も参加している坂本さんのトリビュートアルバムにも参加されているので、そのあたりのお話も聞ければと思っています。番組後半、いつものオーディションコーナーはレギュラー出演者ユザーンさん、長島理香子さん、蓮沼修太さんが担当します。教授のプレイリストのコーナーもあります。それではレディオ坂本、この後2時までお付き合いください。教授の6年ぶりのアルバム12から1曲。
For music fans everywhere, J-Wave website, www.j-wave.co.jp. エズラコレクティブ、 UK ジャズシーンを牽引する5人組バンドがビルボードライブにオンステージ。J-WAVE 公演エズラコレクティブ、3月7日火曜日、ビルボードライブ東京で2ステージ。詳細はビルボードライブオフィシャルサイトまで。 Radio Sakamoto J-WAVE J-WAVE Radio Sakamoto。 今夜の放送は坂本龍一さんに代わって僕、小山田圭吾がお届けしています。ここからはゲストをお迎えしています。音楽家の大友義秀さんです。こんばんは。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。あの、ご無沙汰というよりはちゃんと話すのは今日初めて、ね、そうですね。あちこちでなんかちらりとご挨拶させていただいたりとか、すれ違ったりとか、はいはい、は本当割と何度もあるんですけど、うんうん、ゆっくり話させてもらえるのは今回初めてで、はいはい、坂本さんにすごいチャンスをいただいて。そうですね。坂本さんらしいなぁ。いやいやいや、小山さん最近何してらっしゃいました？僕はですね、そうですね、去年年末ぐらいにジャカルタとタイにライブに行ってて、で、最近は自分の作品を作ったりとか、はい、そんな感じですね。東南アジア面白いでしょう。そう、面白かったですね、すごい。ジャカルタは特に初めてだったんですけど、ね、はいはい、すごく、あの、街の発展がものすごい勢いで進んでて。すごいですよね。なんか、ある意味アンバランスというか。そう、非常なアンバランスだで。めちゃくちゃいろんなもんがミックスしてて。そうですね。面白かったですね。インドネシアはミュージシャンも実は面白いんですね。そうですね。いろいろ。いろんな人たちがいて。そうですね。面白いオルタナティブなミュージシャンもたくさんいて。はいはい、面白い。ノイズとか。そうですね。そうそう。ガムラン普段やってるけど、ノイズやってるやつとか。そうですね。千夜はとか。そうそう、千夜はそう。そうですよね。千夜はすごいですよね。竹のなんか自作の楽器にピックアップつけて演奏する。そうそう、うん、面白い文化ですね、あそこはね。そうか。東南アジア行きましたか。コロナになってからあんまり海外行って、ね。そうですね。ほとんどなかったですけど、大友さんはでもすごいたくさん行かれてるみたいですね。いや、でもコロナになってからは、去年やっとヨーロッパツアーを9月にやったくらいで、やっぱり丸2年以上。そうですね。そうですね。去年ぐらいからちょこちょこって感じですね。そうそう、大丈夫かなって思いながら、でも飛行機代は高いし、サーチャージっていうのがね、なんかね。あとロシア上空今飛べないから時間かかるし。ヨーロッパは本当大変そうですね。20時間、16時間ぐらい。16時間直行で。ですよね。うん、だから、なんていうの、前みたいに気楽に行ける感じではもうなくなってきて。まあ、円の問題もありますしね。いろいろ海外は、稼ぐ分にはいいけど、ちょっと使う、ね、そうですね、ホテル代とかすごい高く感じちゃう。すごい経費もかかるし、はいはいはい、大変ですけど、でもヨーロッパはどれぐらい行かれてたんですか？その時はでも半月で、でも毎日移動するいつものツアーを久々にやってみたら体力が落ちてました。いやー、もうスーツケース持つ手が。でもそれができるだけでもすごいと思いますよ。今回のツアー、大友さん、メンバーは？あ、もう一人で行って、で、向こうの人たちといろんな場所でやったりとか、部分的に、あの、もう場所場所で全部違うメンバーでしたね。なるほど、なるほど。だからみんなやっぱ久しぶりで、なるほど、会えるだけで嬉しいみたいな感じだった。そうですね。うん、その他にもなんかサントラとかたくさんやられてますよね。はいはい。僕、エルピスすごい好きで、毎週見させていただいてました。ありがとうございます。あの、昨年無事に最終回迎えましたけど、あれは面白かった。いや、本当に面白いですね。5年
くらいかけて作ったんですけどね。うん、そんなにかかってたんですか、うん、サントラ自体はまあ、バッと作ったんですけど、なかなか放送局が決まらなくて。企画がね、うんうん、企画がかなり、うん、今メディアでやるのにはかなり、ね。ね。大変そうな企画をよく通ったなって思いますけど。ね、まあ、あんなのみんな知ってることなのにって思いつつなんですけどね。まあ、そうですね。うん。え、小山田さんでも結構、劇版っていうかサントラ版やってません？僕はね、ほとんどやったことないんですけど、一、うん、回だけ、うん、広角機動隊っていうアニメーションの映画のサントラをやったことがあるんですけど、はいはい、それ以外はあんまりないんですよね。あ、そっかそっか。やってはみたいんですけど。なんかやってるような印象が。とても、そうか、これ聞いてる皆さんやりたいと言ってますよ。今チャンスだと思いますよ。なんかね、もう本当面白かったですね。なんか劇版って、はい、自分の作る理由じゃなくて、理由が他にあるじゃないですか。それが面白くて。そうですね。うんうん。だから自分の音楽を作るっていうよりは違う理由で作るんで、うん、いつもだったら決して自分の作品だったら思いつかないことをやれちゃうので。うんうん、そうですね、うん。お題がはっきりしてますね。そうそう。お題がはっきりしてますからね。世界観も決まってますしね。そうそう。なんか思わぬ引き出しが開いたりするときはありますよね。俺、俺こんなことやってたっけっていうところが。本当、アマちゃんとか、そんな感じでしたよね。あ、そうそう。あれはでも実は本音ですね。あんな感じ。あ、でもそうですね。山田家さんのサウンドのミックスとかやられてましたしね。はいはい、やってたやってた。だからテレビの音楽は昔から大好き で、ね、でも小山田さんもそうでしょ、そういうスタッフの。そうですね。テレビ育ちなんで、うんうん、まあ音楽の入り口はもう本当。テレビですよね、コマーシャルとかね。いや、もうそうです。うん、もう立派な音楽じゃなくて、ほんとテレビっ子でしたね。まあ世代的に、大友さんも多分僕と10個ぐらい違うんですけど、うん、多分そのぐらいからやっぱね、はいはい、テレビジェネレーションってありますよね。そうだと思う、うんうん。だからやっぱテレビの音楽の影響大きいので、うん、テレビの仕事っていうか、未だにテレビ局行くと、ああ、昔これをやってた曲だとかって、普通にミーハーな気持ちになったりしますね。そうですね、うん、ありますね。うんうんうん、そうか。坂本さんのトリビュートアルバムを、はい、が出ましたでしょ、リモテルーズ。あれ、小山田さんも僕も入っていて。そうですね。うん。あれ、1年くらい前ですか、作ってたの、小山田さん。ちょうど、それぐらいですよね、きっとね。うん。うんうん、俺は、ね、多分今頃作ってたかな。ああ、僕もそうかもしれないです。ちょうど1年前の今頃。そうですね、1年前ぐらいですね。うん。なんか、坂本さんにずっと会えなくて、かったじゃない、うん、で、うん、ここのとこ、この10年くらいは年に1回とか2回坂本さんと即興演奏する機会が多くて、あって、なんか楽しいんですよね。坂本さんとやってると。いや、それ一度見てみたいですね。曲も何にも大体決めなくて、ただ音を出してるだけで起承転結もなくて、ほんと楽しかったのがポツンと今なくなっちゃったんで、だからなんか坂本さんに手紙書くみたいな気持ちで、なんか手紙書くっていうかメール書くのもなんとなくいいのかなって思ってたんで。それはありますね。ね、だから、音だったらいいかなと思って、本当に個人的にメール書くような気持ちで作ったかな。そうですね。僕もいろいろずっと坂本さんお世話になってるんで。長いですよね。長いって言ってもでも、もう、まあ、ちょうど20年ぐらい。なんですけどね。長いですよ、それ。大友さんは割と、ね、そんなでもないですか。2010年だったと思う、最初に。そうなんですね。最初に一緒に演奏したのが、ね、NHK の坂本さんの番組でデュオをやって、それまでは面識もなくて、そうなんですか。ただ坂本さんがインタビューで大友くんたちのやってること面白いとかって書いてる、言ってるのを読んで、声かけてくれればいいなって思ってましたけどね。そうなんです、はい、意外ですね。はいそうなんです。全然、縁がなかった。でも、一緒に、最初にやった時に、あ、これ面白いな、っていうか。いや、なんか、坂本さんも若い頃、即興演奏とかたくさんやられてたし。そうですよね。うん、YMO の前にのアルバムとか、僕、実は聞いてましたよね。うんうん、あ、うん、そうなんですね。はいはい。だから、逆にびっくりした、YMO とかやった時に。ああ、そうなんですね。こういうのもやる人なんだって思って。ああ、そうなんですね。はい、小山田さんは YMO が入り口？僕はそうですね。最初はやっぱり YMO です、ね。もろ YMO 世代だったりするのかな？そうですね。
でも多分その中では下の方だと思うんですけど、はいはい、小学校ぐらい、5、6年ぐらいに本当は IMO が世の中でこうわーっとなってて、はいはいはい、80年代前半とか初頭、70年代後半ぐらいですね。あ、じゃあむしろリアルタイム俺の方かもしれない。そうですね、うんうん、大友さんの世代とかは多分がっつりじゃないですか。確かにそうだ、うん、俺でも全然聞いてなかったその頃でも僕もまあいとこがすごく好きで、はい、あのカセットテープのダビングしてもらったりとかして、はいはい、あ、ただカセットの時代だもんね。そうですね、ただ僕もうギター弾いてたんで、うん、前もうギター入ってないじゃないですかあんまり本当だ、はいはいはい、それであんまりこうあのその時はハマってたっていうほどではなかったんですけど、うん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 、やっぱり20代ぐらいからこういろいろ音楽聴いていくうちにやっぱどうしても YMO にはぶつかっちゃうんで。そうですよね、はい、僕も最初ね、あの笑われちゃうかもしれないけどリズムマシンにすごい抵抗があって、あ YMO の前のクラフトワークが出た時にもこんなの音楽じゃないってすごい保守的なこと思ったんですけ ど、でもまあそれ以前から音楽聴いてた方はなんかそういう人も当時たくさんいたんですよね。めちゃくちゃ違和感があったのに、うんうん、でも聴くんですよいっぱいその違和感が楽しくてだからそのうちそんな偏見もなくなっちゃう、うん、まあ今はねそういう音楽もやられてるじゃないですか。普通に使いますけどね、うん、最初だからやっぱ最初の衝撃は大きかったってことだと思いますけどね、うん、そうですね、うん。大友さんは最初に音楽に入られたのはジャズが初めなんですか？まあさっき言ったようにテレビがきっかけだけど、はい、音楽やりたいって強く思ったきっかけはロックですよ。あ、やっぱり70年前後、ね、ジミー・ヘンドリックスとかクリームとかサイケデリック、やっぱりそうなんですね。なるほど、あのなんていうのサイケデリックな服買ったもんすごい似合ってなかったと思うけど、あでもまあそういう時代ですよね、うん、ペイズリー模様のシャツとか着て、でもなんかやっぱフィードバックは地味編から来てるんですね。地味編です、地味編、もう完全に地味編。なるほど、なんだけどあのそのうちジャズにハマってて、フリージャズ、なるほど、なるほど、かな、地味編みたいにフリージャズやれたらいいなっていうのが、うん、まさにそんな感じですね。そうそう、ずっとそのまんまそんなのやってる感じですかね、うんうんうん。だから坂本さんと出会うってある程度年齢が経ってからでよかったと思ってて、最初の頃だと多分あんま話が合わなかったかもしれないんですけど、だんだん坂本さんがやってるようなことと本がやってるようなことがいつの間にか近くなってて、その時期に出会えたんで、それはそうかもしれませんね、うんうん、僕もきっとそんな感じだったと思う。なんか自然とそういう風に近くなってくると、ねね、出会うタイミングってあるんですよね。そうですよね、きっとそうだと思う。だからリモデルとかやってる時も、今回のやってる時も改めて坂本さんの作品をなんていうのこう聞いてみて、多分昔だったら分かんなかった良さがすごく伝わってきたりするかな。じゃあそろそろ曲をかけた方がいいですかね。早速聴いてみましょう。じゃあ聴いてみましょうか、はい。じゃあ大友義秀さんのリモデルした坂本さんの曲を聴いてみましょう、はい、With Snow and Moonlight Snow Silence Part 3 Sunny。
知らないアルバムがあって、坂本龍一と幸子 M のデュオの、ライブ版が、ワイカムから出てるんですよ。で、多分、ほとんどみんな知らなくて。幸子 M さんの P ってやつ。そうそう。なるほど、うん。それで、なんか有名曲多分他の人やるかなと思って。で、これ長いんですよ。1曲で45分くらいあるのかな。ああ、なるほど。うん。なんで、それを、まあ、すごくギュッと縮めて、でも僕が作ったのこのアルバムの中で一番長くなってしまったんですけど、それであとは自分の即興演奏何回か足した感じで、それでさらに何回も編集重ねたかな。坂本さんのピアノが、はい、なんて言うんでしょう、僕ね、おおむねピアニストの演奏好きじゃないんです。こんなこと言ったら怒られちゃうけど、うるさくてっていうか、ピアニストがバーンって一生懸命弾いちゃうと、もう世界が決まっちゃうから、好きじゃないっていうのは一緒にやるにあたって入りにくいなっていつも思うんですけど、坂本さんのはすごくオープンに、間口が開いてる感じがして、ピアニストの演奏としてはすごい珍しい気が、即興演奏の時にね、特に。なるほどね。普通即興演奏でピアニスト結構人選んじゃうというか、そうですね、うん、坂本さんとか、あとピアニストではないけどジム・オルークのピアノもこういうところがあって、あんまりなかなかピアニストで一緒にやってて面白い人いないんですけど、坂本さんかなり特別かな。そうですね、ピアノは音階広いし、まあたくさん弾くとね、全部支配しちゃうけど、オーケストラみたいな楽器だから、もうこっちに行きましょうって言われちゃう感じがして、そうすると、あ、わかりました、行きますってなるんですけど、坂本さんとだとなんかすごい対等というか、音が平等になってる感じがするんですよね。そうですね、特に近年の2作ぐらいはね、そうですね、本当にそのなんていうんですか、隙間というかね、こうわびさびというかね、はいはい、なんかそういう感じが、ね、これから出るあのアルバムも実はチラッと聴かせてもらったんですけど、それもそんな感じ。そうですね、まさにそんな感じですね、いやいや、ほんとけうなというか、やっぱ即興演奏ってどうしても弾きたくなっちゃうから、楽しいし、バラ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 弾くのもいいんですけど、坂本さんとだとそうじゃない感じで、二人で、なんだろうな、落ち着いた場所で囲碁でも打ってるというか、囲碁できないですけど。ああ、なるほど。でも、はい、僕もわかります。僕も一度、二度くらいかな、坂本さんと即興演奏やらせてもらったことがあって、はい、ちょうど本当に20年ぐらい前に、はいはい、ソナーサウンドってイベントが、はい、まだ東京でやってた頃に、はい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 、なんか坂本さんと一緒に出る機会があって、それはヒューマンオーディオスポンジっていう、ゆきひろさんと細野さんと3人のイベントだったんですけど、はい、なんか突然坂本さんが一緒にちょっと外で演奏しようとかっておっしゃって、はい、なんかそのソナーの入り口のところに、なんかちっちゃいスピーカー立てて、はい、突然二人で演奏するっていう機会があって、それはすごい、なんか普通にみんななんかどんどん素通りされて誰も見てないみたいな感じで、でもそれが心地よい感じで、はい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 、面白かったですね、あれちょっと今意外だったの、小山田さんって即興演奏って結構されるんですか？いや、そんなにね、あんまりそういう機会なかった。もともとやっぱりポップスとかロックとか、はいはい、そういうのが好きだったんで、そういう機会あんまなかったんですけど、その坂本さんとかとまあ演奏するようになった30代ぐらいから、たまにあと小野陽子さんと一緒に
やってたことがあって、はいはい、すごい名前が出ましたね。そうでしたよね。小野洋子さんが完全にそういう即興の方なんで、はいはい、レコーディングも一緒にスタジオに入って、はい、まあ洋子さんがなんか基本即興ですね。あ、本当に洋子さんがこうなんかノートに書いてある言葉をこう歌ったり読んだりするのに合わせて、はいはい、まあみんなで即興して、はいはい、それをベースにまあ構築していくみたいなやり方だったんで、そっか。なんかここで言っていいのかどうか分かんないけど、そのうち即興で何かやりませんか？それはすごい嬉しいですね。えぜひぜひ、なんか機会があったら、はいはい。お、これも坂本さんが坂本さんの責任ですね。これもしやることになったら坂本さんに責任取ってもらおう。取ってもらいましょう。坂本さん聞いてますか？責任取ってくださいね。会いたいな坂本さんに。本当ですよね。めちゃくちゃ会いたいな。坂本さんと一緒に体に良くないもん食いに行きたいな本当は。小山田さんの方の、はい、このリモデルの作品はどんな風に作られたんですか？はい、これはまあ坂本さんの曲で曲選ぶのにすごく悩んだんですけど、うんうん、坂本さんがなんか歌ってる曲をやってみたいなと思って、はいはい、それでまあ素直に坂本さんが歌ってる曲の中で一番好きな曲をやろうと思って、この Thatness and Thereness っていう曲をやらせてもらったんですけど、はいはい、まあこの曲本当にね、いろんな方が、ね、うん、やってらっしゃって、ゆきひろさんとか、はい、ヒューさんとかもね、やられてますよね。そうか、そうか。それで、まあ、素直になんか好きな曲をやろうっていう感じでやってみましたね。うんうん、ちょっとハードルは高かったんですけど。あのアルバム、歌物よりインストものの方が多いので、リモデルは。歌物すごい目立ちますよね。あ、そうですか。うん、そうですね。まあ、はい、坂本さん、まあ、ピアノ、一般的には多分ピアノの方っていうイメージあると思うんですけど、うんうん、はいはい、歌物も僕すごく好きで。いいですよね。うん。羨ましい。坂本さんの声というか、あの独特の歌手じゃない感じが。作曲家が歌う歌っていう感じが、すごくいいなと思って。いいですよね。わ、やっぱ坂本さん会いたいな。本当です。なかなか、こんな機会じゃないと、こんな、失礼なこと言えないので、あれですけど。ガンガン言ってきましょう。行きましょう。坂本さん会いたいです。会いたいです。早く元気になってください。本当に元気になってください。はい。じゃあ、ちょっと僕のも聞いてもらっていいでしょうか。はい。聞きましょう、聞きましょう。はい。じゃあ、コーネリアスリモデルの Thatness and Thereness です。
いいトラックですよ。ああ、ありがとうございます。はい、あのアルバムの中で僕好きなの、これと、自分のはまあ、好き嫌いとかないんですけど、これと、あと、デビッド・シルビアンのトラックかな。あ、シルビアンの良かったですね、うんうん。あの人も独特の世界に来ましたよね。大友さん、一緒にやられてましたよね。あの、一緒にやってるし、実はね、坂本さんと一緒にデビッド・シルビアンの録音2014、5年にニューヨークでやったんですけど、それね、出てない。と思うんだよね、出てないんだ。なんか僕写真見たんですけど、トム・バーレインとかも一緒に写ってるやつですよね。それなんか、昔雑誌の向こう側にいた人たちがいっぱいいて、それでニューヨークで録音して、あ、これ面白くなるなって思ったら、それっきり出てないんだ。出てないんです、うん。なんか、デビッド・シルビアン引退するとかって言って。マジですか言ってましたよね、なんか。じゃあ、オクラになっちゃうのかな。いや、わかんないんですけど、確かそんなようなことを言ってるらしくて、僕、本当去年の年末にあの、高橋幸宏さんの70歳記念イベントみたいなのがあって、はい、うん、その時にあの、スティーブ・ジャンセンが来てたんですよ。はいはいはい、で、スティーブに、お兄さんどうしてるのって聞いた。なんか、引退するとか言ってるよとか言って。言ってましたけど。でもね、今回参加されてるんで。ね、ものすごい量録音したのオクラになっちゃうのかな。それ、すごく楽しみですね。もうでも8年も経ってるので。どうなんでしょう。どうなんだろうね。あれ、トム・バーレインもじゃあ参加してるってことなんですかね。してます、してます。で、他にもトラック聴かせてもらったら、ヨーロッパのいろんなミュージシャンが入ってるトラックもあって、すごいいっぱいトラック撮ってましたよ。でもなんか、あの、デレック・ベイリーとやってたやつ、あれからやっぱね、すごい境地に行かれたなと思いまし、あれ、あのアルバム聴いて、うわ、こんなのやってんだと思ったら、ある時、ヨーロッパで演奏してたら、客席にデビッド・シルビアにそっくりな人がいて、それで声かけられたかな。だから。大友さんに目をつけて、ね。いろんなとこに目を光らせてんだと思うんですけど、なんかだから、デビッドだけじゃないんですけど、坂本さんもそうですけど、なんかそういう面白い動きを、うん、ね、あの世代の人たちがしてくれてるおかげで僕らいろいろ、そうですね。ね、出会えたりして、今回もそうですけど、そうですね、うん。小山田さんって今年2023年はどんな、はい、なんか予定とか、これからみたいな。予定は、まあ、あの、自分の作品を作ってるんで、うん、まあ、発表できたらなっていうのと、はいはいはい、まあ、コーネリアス、そうです。メインでですね。はい。それは楽しみ。うん。と、まあ、ちょっとライブとかも、そろそろ復活できたらなと思って、うんうんうん。大変だったもんね。あ、すいません。いろいろお騒がせしました。本当に。申し訳ないです。いやいやいや、全然全然。ちゃんといい形でやれてったらいいなってすごい願ってます、はいはい、ありがとうございます、はい、そうか、いや俺もなんかもうちょっと海外に行けるようになれたらよくて、さっき言ってたインドネシアとかも、はい、なんていうの、交流が始まったところでコロナになっちゃったから、あ、なるほど、すごい行きたいですね。マレーシアとか面白いところいっぱいあるので。インドネシア行かれたことないですか？あ、いや、あの、何度かね、行ってたんです。コロナの前は。なるほど、なるほど。結構、特に僕、ジョムジャカルタが多かったんですけど、千夜湾の人たちとかとやったり。なるほど、なるほど。うん。ライブ、すごい面白いですよ。もう、ごめん、長くなっちゃいますけど、ライブハウスとかちゃんとなくて、今日は誰かんちの中庭でやるっていうの、その日に情報が出てみんなで行ったりとか、あと、公園でやるとかっていうと、無許可で、うん、ああ、意外と緩い。そこらで電気盗んできて、うん、で、怒られるとすぐやめて、うん、ごめんなさいって言って、
逆らいもせず解散みたいな、うん、でもなんか昭和っぽい感じは残ってますよね。僕らが子供の頃にこうやってやってたなっていう、うん、昭和の自由な感じがまだそうそうそう緩いというかありますね、うん、だからやってる人たちもすごい面白いのにもうちょっとやめるって言って普通に就職しちゃう人もいるし、うん、そういうのも含めてなんか、うん、すごくナチュラルでいいなって、うん、なんかそういうところとまた早く交流できるようになれたらいいなって思ってるのと、うんうんもうせっかくなんで小山田さんとなんかやれたら嬉しいです僕は本当に来年ありがとうございますでも今年でも再来年でもぜひいつでも、ね、あのお待ちしてるもうこちらこそあのぜひよろしくお願いします嬉しいですありがとうございますもう全部坂本さんが責任取ってくれると思います坂本さんのおかげでもう本当につないでいただいたそうだよね、はい、この時間は大友義秀さんをお迎えしましたいろいろおしゃべりできて嬉しかったですこちらこそありがとうございましたRadio Sakamoto on 813 J-Wave Radio Sakamoto This is J-Wave J-Wave 81.3 FM Now transmitting from Tokyo Skytree Skytree 現代日本を代表するアーティスト大竹新郎16年ぶりの大回顧展 J-WAVE 公演大竹新郎展2月5日まで竹橋の東京国立近代美術館で開催中40年以上に及ぶ創作活動の軌跡を最初期の作品から最新作までインスタレーションや作品から発せられる音にもこだわったおよそ500点の作品で体感ニューグッズも多数登場詳細は大竹新郎展で検索Radio Sakamoto. Radio Sakamoto on 81.3 J-Wave. J-Wave Radio Sakamoto. 今夜の放送は坂本龍一さんに代わって僕小山田圭吾がお届けしています。先ほどは大友さんとたっぷりお話ししましたので、ここからは少し音楽を流していきたいと思っています。では一曲目。マリーナ・ハーロップというスペインの女性アーティストのアバンス・アバンスという曲です。
マリーナ・ハーロップのアバンス・アバンスという曲でした。今日はレディオ坂本ということで、ピアノやシンセサイザーなんかを使って、音楽を作っている人の曲をいろいろ選曲してみたんですけども、次にじゃあ今度はアメリカのワシントンに浮かぶ島の出身のケイトリン・オーリー・スミスという、女性シンセサイザー奏者ですね、その方のテック・イワ・トランスレーションという曲です。サイザー奏者ですね。ブックラっていう、坂本さんも多分大学生の頃に使っていたと言われている、まあ、独特なインターフェースを持つシンセサイザーを使って、まあ、ニューエイジとか新しい、まあ、ニューエイジみたいな、そういうシーンから出てきた人ですけど、最近はもっとなんか新しい領域に行ってる音楽を作ってるなと思って、選曲してみました。じゃあ次はジョン・キャロル・カービーというアーティストのウィンドという曲です。
ジョン・キャロル・カービーでウィンドという曲ですけども、ジョン・キャロル・カービーは LA に住んでいるミュージシャンで、僕はたまたま3年ぐらい前、コロナになる前ぐらいにロサンゼルスでアバランチーズというオーストラリアのグループのレコーディングに参加したんですけど、その時スタジオにいたのが彼で、まあ、一緒に音は出さなかったんですけど、彼の演奏を見てすごく面白くて、その後に彼のいろいろ作品を聴くようになったんですけども、ピアノやシンセサイザー使っていろ、まあ、んな音楽を作ってるんですけども、ちょっとこの曲はオリエンタルな感じがして、坂本さんと細野さんの中間みたいなイメージがしますね。すごくいいアーティストです。 Radio Sakamoto on 81.3 J-Wave。 小山田圭吾がお届けしている J-Wave Radio Sakamoto。 お知らせの後はオーディションコーナー。ユザーン長島理香子さん、蓮沼修太さん、よろしくお願いします。 This is J-Wave 81.3 FM。Now transmitting from Tokyo Sky Tree。 新世代のソウル、ジャズ、ビートミュージックシーンを牽引するシンガー、 J ラモッタスズメ、およそ3年ぶりの来日公演開催。キーボードに宮川淳、ドラムに石若俊を迎えたスペシャルステージでお届け。 J-WAVE 公演 J ラモッタスズメ、1月28日土曜日、ブルーノート東京。詳しくはブルーノート .co.jp。 Radio Sakamoto。 Radio Sakamoto。 J-WAVE Radio Sakamoto。 ここからは僕ユザーンと長島理香子と蓮沼修太の3人でお届けしていきます。今回もいつも通り全員リモートでの審査になります。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今年は皆さんどんな年になりそうですか？そんなこと考えないですよね普段。ユザンはでも今年インドに行くって言ってましたけど、はいはい、去年は行ってませんよね。もう2020年が最後ですね。あのコロナが広がる直前に行ったのが最後で、その後は、まあ、インドどころかどこにも海外旅行というか日本以外に出ていなかったんで久しぶりですね。楽しみだね。はい、長島さんは年始に目標を立てたりとかしますか？あまりしないですけど、でも私も今年はちょっとすごい久しぶりに海外でちょっと展示があって、ちっちゃい展示ですけど行きます。4月かな。去年のさ正月には蓮沼さんのイベントで年明けの目標をなんか書き初めで書かされたって曲があるんですけど書かされたっていうか、まあ、まあ書かされたんですよどう考えたって。そうですよね。蓮沼さんなんて書いてましたっけ？脱地球って書いたんですけどね。その脱地球っていうあの1年の目標は達成できましたか？達成できませんでした。てか、どうしたかったんですか？火星に飛び立ったりしたかったんですか？そうですね。少しこう、考え方を変えて生きていきたいなと思ってたんですけど、去年できたことといえば、ユザンさんとたくさんライブをするということぐらいだったかなって思ってます。まあ、脱地球への第一歩だったかもしれないですね。そうですね。はい。僕はあの時、腹八分っていう目標を掲げたんですけど、それも達成できませんでしたね。あ、そうですか。はい。今年に持ち越しですね。全然お腹いっぱい食べてましたね。お腹いっぱいでも、楽屋にお弁当余ってると食べちゃうね、ユザンはね。食べちゃうね。玉木ロイさんに、ユザンさんは暇つぶしで飯を食うのやめた方がいいって注意されたことがあるのは、ずっと記憶に残ってるんですけどね。そうですか。さて今回もレディオ坂本のオーディションは世界中の音楽配信ストアから音楽を配信する音楽配信代行サービスビッグアップとコラボレーションしています。音楽作品に関してはビッグアップからのエントリーを審査しています。フィールドレコーディング音楽はこれまでと同じ送り方でも大丈夫です。
審査を通過した優秀作品にはビッグアップの配信利用料が無料になるクーポンというのがプレゼントされるそうです。詳しくはレディオ坂本ホームページのオーディションページをチェックしてください。じゃあデモテープオーディション優秀作の発表していこうと思います。はい、ここ2ヶ月の間に応募いただいた170作品の中から審査していきます。じゃあまず長嶋さん、あ、はい、曲選んでください。はい、はい、そしたらですね、ナミオとスリーブランチェスさんお願いできますか。感じからまたちょっと違うものを感じたんですけど、だから海の水の中にこう電子音のかけらが混ざり込んで流れ込んでくるみたいな、なんかこう波の水の所作をそのまま電子音によってこう新たな輪郭をこう立ち上げるみたいな感じがあって、こう単にこう別の音を混ぜてくるっていうよりも波の音そのものを別の輪郭にしていくみたいな感じがあって面白かったです。この波っていう自然音とその電子音の中でも典型的な電子音というか、もう電子音の基本みたいな音が組み合わせられてるのがすごく対比的で面白かったですね。うんうん、なんか波の音もそもそもホワイトノイズっぽい感じするじゃないですか。さーってしたりとか。うん、だし、うん、なんかすごい自然の音と電子音の相性がすごい聞いてて気持ちいいですよね。うん、相性がいいので、うんうん、僕これ結構長い曲だけどずっと聴けるなと思っ てずっと聴いてたんですよ、それ。うん、結構短い曲がずっとループしてただけだったんですよねめちゃくちゃ聴いちゃってこの曲20分ぐらい聴いてたんですよねなんか終わりと始まりがはっきりしないからよく分かんなかったんですよね。あ、確かに。うんうん、でもそんなに聴けるぐらい聴かせる力があるんだなと思いました。そうですね、うんうん、気持ちよかったです。はい、じゃあ蓮沼さんお願いします。ですね、僕はですね、武蔵野美術大学の映像の音楽なんですけど、フィールドレコーディングスの方ですね。そうですね、武蔵野美術大学映像学科クリストフ・シャルルゼミさんの作品で、ムサビト椅子というのを聴いてみたいと思います。はい。シャルルさんのゼミ生が音楽を担当されていて、映像自体はムサビのなんかキャンパス紹介みたいな感じなのかな？音がものすごくこだわっているっていう作品でして、フィールドレコーディングだったり、なんか金物の電子音だったり、時にはピアノの音だったりという、11分ちょっとある映像作品なんですけども、様々なシーンの切り替えりによって様々な音楽が乗っかっていて、一つ一つの完成度がすごく高くて、聴いてて一つのアルバムを聴いてるみたいな感じで、楽しんで聴いてました。結構長かったですよねこれね。うん、長いし、うんうん、なんかところどころ本当に好きなシーンとかがあって、うん、うん、そう、こんなに長いのに緊張感途切れることなくずっと、うん、ね、そうそうそう、見られるのがすごいなと思いましたね。うん、
まあもちろん映像もいいんですけど、なんかね、そこに家具とかが置かれて、椅子が置かれてたりするんですけど、うん、椅子の音だったり、その大学で鳴っている音、学生さんがなんか物を作ってる時の音とかもなんか収録されていたりとか、うん、そういうフィールドレコーディングと、日々のこう、大学で鳴っている音と、コンポジションが混ざわっていて、いいなと思いました、うん。長嶋さんはこれ見て、懐かしいなとか思ったりします？そういうところもありました。思うところと、ね、そうそう。でもだいぶね、やっぱ新しくなったから、私が知ってるムサビじゃないところもいっぱいあるんですけど、これ椅子が、多分椅子の展示のための映像なんですよね、きっとね。そっか。違うかな。多分ムサビでいっぱい椅子コレクションしてるから、う、ね、うんうん、多分それをこう並べてその展示のための映像だと思ったから、やっぱ椅子の音をすごい聞きたいなって思っちゃって、で例えば、あ、そう、ウィローチェアって、すごいこう縦に細かい支柱が並ぶこう椅子があるんだけど、うんうん、なんかその映像の時はその支柱、縦の支柱を多分そこを指をこうタラララララって沿わせたような細かい音が聞こえたりとかして、すごい面白かったんですよ。そのなんか椅子ならではの音がこう聞こえてきたりとか、うんうんうん、あとなんか MR10 っていう椅子はなんかすごい湾曲したスチールパイプができてるんだけど、なんかそれをこう指でなぞったみたいな流線形のこう音が聞こえてきたりして、うん、なんかその音とプロダクトをならではの形みたいなのが聞こえてきたのが面白かったんですよ。だからなんかそれをもっとさらに聞きたいなとか思っちゃいますね。なるほどね、うん。多分目的があったんだろうなと思った。プロダクトの造形美の解釈を音でするってすごい面白いなと思って、うん、アプローチ自体がね、そうそうそう、アプローチがすごい面白いから、なんかそれをもっと立たせてももっと面白そうって思って聞いてます。よりハードコアにハードコアに、ね、すごい、でも良かったですこれ、うん、こんなので作れるんだったら大学もすごいいいなと思いましたね、うん、大学って素晴らしいな僕なんてもうどれだけ大学に行かずに卒業するかしか考えてなかったんで、ものすごい反省するところがありましたそんな、そう、反省しないでください。反省しましたね、はい、全く何も生み出さないまま大学を出た気がするんで、じゃあ僕が選びますね。はい、フィールドレコーディングから水野さんの震えるドアという作品を聞いてみたいと思います。鉄の扉の小さい扉のこう、なんか小窓みたいなところなんですかね。そこから異音がするんで、コンタクトマイクを貼り付けて、音を取ってみたって書いてあるんですけど、ランダムだけどテンポ感があって、すごく気持ちのいいリズムだなと思いました。うん。うん、もう意図的じゃないはずなのに、もはやこう、ドアの糸を感じるような音っていうか、うん、うん、面白かった。これあれですかね、うん、なんかドアになんかぶら下がっててエアコンの風が吹いててとかなのかな、それが当たってとかなのかな、ね、なんなんでしょうね。まあ風とかが吹いてるんでしょうね、きっとね。うん、蓮沼さんと去年一緒に出したアルバムの中にも僕がインドで撮った扉の音をフューチャーしてる曲ありますよね。ありますね。キシム扉の音を使った、ドアってタイトルの曲なんですけど。その名もね。うん。うん。あと先月、僕がビッグイキってミュージシャンとレコーディングしてる時にシューターが遊びに来てくれたんですけど、その時はスタジオの扉が閉まる音がいい低音が鳴ってたから、その扉の音をバスドラムの代わりに使ってたりとか、しましたね。俺扉ばっかり撮ってんのかもしれないです扉好き、うん、シューターもなんかそうやって使ってるもんね、いっぱいフィールドレコーディングの音をね。まあそうですね、予期せぬ音の出会い楽しいじゃないですか、やっぱり。うんうん、使
いたくなっちゃいますね。うん、私もこの間撮影で美容室でちょっと撮ってたんですけど、はい、うん、そこの美容室一軒家 で雨が降ってたんだけど、もうびっくりするぐらい綺麗な雨音が聞こえてきて、なんかね、隣の家が雨どいが鉄のちょっと古めのスチールの雨どいで、本当に綺麗で、それは私も撮りました。すっごい綺麗で。なんで応募しなかったんですか？いや、送ろうかなってちょっと思ったぐらいだったんですけど、やめました。なんか。でもすっごい綺麗だった、それ。変名つけて、ね。ウルトラリカコみたいな名前で送ってくれればよかったのに。俺気づくと思うな。ウルトラリカコ名義でも。これもしかしてって。よかった。じゃあ、次の曲、ウルトラリカコさん選んでもらってもいいですか。はい。じゃあ、じゃあ、福島さんで、Two microphones at both ends of the space.とっても長いのでもう話し始めますけど、坂本さんがアシンクを発表された時に高谷さんと組んで設置音楽展っていうのをやられてたじゃないですか。でそれから、まあ、インスパイアを受けて、で理想的な楽曲の再生を行うために行った、福島さんの展示で、で設置音楽っていうその言葉も坂本さんの許可を得て使用したそうで、でこれは福島さんの作品を2つの作品を設置音楽として2つこう展示してたけど、それを同じ空間の中でこう同時に発して、それを空間の中で一番端っこにそれぞれマイクを置いて、でそれで撮れた音っていうのがこの作品とのことなんですけど、当然やっぱここの場に行かないと感じない音もあるんだろうなと思いつつ、まあこの取れた音だけで想像するに、やっぱりこう向こう側から聞いている音ともう片方で聞いている音がこう響き合うみたいなところもやっぱりあって、響くってことだけじゃなくて、やっぱ響き合うっていうことで初めて音楽的なものを福島さんが感じたっていう、なんかコメントも結構印象的で、音が鳴るっていうことってやっぱりもう一つの音だったり、それは他者のことだったり、なんかもう一個が存在して、まあ、音楽的なものって感じるんだなっていうのを、まあ音楽とこの福島さんとコメントから思いましたっていう作品でした。その二つの作品のコンセプトだったり、あの、PDF かなで、その展示の詳細みたいなものも添付されていて、で、二つの音楽、設置音楽の作品自体のコンセプトも、素晴らしいし、その空間で鳴っている、音が鳴っているっていうその、展示の空間性みたいなものもすごい感じれて、うん、だからなんかこう、展示を見ているかのような、そして見てるっていうよりかも設置音楽なんで音の要素も大切だと思うんですけど、生な感じっていうんですかね、空間を生で感じるっていうのも、福島さん自体もこの録音しました過去フィールドレコーディングっておっしゃってて、ほんとフィールドレコーディングする感じでおそらく展示の音を取ってらっしゃると思うので、そのあたりもすごいフィールドレコーディング作品としてもなんかすごい面白いなって感じました。なんかこう能動的にこう空間を想像しようとする感じがあって面白いですよね。うんうんうん、距離感があるのかな、やっぱりその右と左の、ね、右と左というか、まあ二作品との、うんうん、空間性やっぱ感じますよね。うん、まあいる場所によって音楽も変わるんでしょうし、その聞こえてくるものも、うんうん、あの、ね、蓮沼さんと去年一緒に行ったあのブライアン・イーノの展示の時も、うん、いろんなところで違う
音が鳴っていて、それを自分で移動してとか、タイミングによって音楽が変わるっていうのを見に来ましたけど、まあそういうものとかにも通じるような作品なんだろうなと思いますね。うん、そうだね。うん。For music fans everywhere, J-Wave website www.j-wave.co.jp。グラミー賞9回受賞、ジャズ界の生ける伝説、ウィントン・マルサリスが4年ぶりの来日。 J-WAVE 公演ウィントン・マルサリスセプテッド in Japan 2023、 3月23日24日新宿文化センター大ホール、25日サントリーホール、23日の公演にはスペシャルゲストに小曽根真、中村健吾が登場。お問い合わせはサンライズプロモーション東京 0570-003337。Radio Sakamoto on 81.3 J-Wave。 じゃあ、蓮沼さんお願いします。そうですね、難しいですね。ちょっと雰囲気を変えていきましょうか。はい。僕が面白いな、ちょっとびっくりしちゃったんですけど、麻生道博さんの、はい、君は誰。どからか向かいだアスファラに寝ふさわり始めようか、かくれんぼ俺を欺く悪いこのそれは気づられた遊びだ、課長に渇もなく これ二人は好きじゃなかったですか？いやいや、この人ね、結構前もたくさん応募してくださってましたよね。あ、そうなんだ。うん、僕が入ってからもすごく久しぶりに応募してくださったと思います。うん、久しぶりなんだ。そうなんだ。ちょっとあのコメントしなきゃいけないんですけど、コメントできないぐらいなんですけど、はい、あのなんかこう目つぶって曲だけ聴いてると本当にすごいかっこいいんですよ。うん、で何言ってるか分かんないなと思って、一応歌詞が添付されてるんで見たらものすごい歌詞で、うん、でしっかり実はちゃんと歌詞を歌ってたっていうのもびっくりして、その意外性にびっくりしたっていうこともあるんですけど、うん、ニューヨークでアーサー・ラッセルっていうアーティストがいるんですけど、はい、そのアーサー・ラッセルの歌声にすごい似ていて、で僕大好きなんですけど、アーサー・ラッセルが、うん、その空気感にファンになっちゃったっていう感じです。すごい特徴ありますよね、こう舐めるような言葉の発し方が、ね。うん、アーサー・ラッセルみたいなんですね。いや、アーサー・ラッセルファンの人はそんなことないって言われてしまうかもしれないですけど、僕はそう感じたという。はい、怪物が返してて、だけど君だけ、ね、この特徴的ですよね、このちょっと何語なのかわからないような発音で、すごく複雑な日本語を喋っているという、うん、そうそうそう、掛け声になってるところとかも、この人のコメントにちょっとマイケル・ジャクソンみたいな、うろ覚えのマイケル・ジャクソンなんですけどって書いてあるんですけど、相当うろ覚えだなと思いましたね。マイケル・ジャクソンについて相当うろ覚えですね。僕の知ってるマイケルこんな感じではないぞっていう気がすごいしました。うん、はい、じゃあ僕が選びますね。はい、お願いします。三船頼道さんのローカリゼーションという曲を聞きたいと思います。
ても気持ちのいい曲なんですけど、うん、僕は、まあ本当に曲いいなと思ったんですけど、すごく気に入ってるのはこの人からのコメントのところに、一行目におはようございます、新曲ローカリゼーションをお送りいたしますって書いてあって、おはようございますってスタートすごいなと思ってなんかもう本当に、まあ、自分が朝だったんだろうなっていう気持ちから見えてくるのが夜中に見ててびっくりしたんですよねものすごいなっていう。あと勇気というか気力が湧いてくる感じの曲を作ろうと思って作った曲ですって書いてあって、確かにまあ僕には気力の湧いてくる感じは伝わったんですけど、あの人によっては全く気力がこれで湧くのっていう風になるような感じの曲だなって思って面白いですよね。面白いなと思いました。なんかど、うん、人によって全然違うだろうなっていう感じで、私はこう潜ってってこうフォーカスしていくような感じがしたんですけどね。うん、三船さんこれ気力が湧くっていうその感覚の違いが面白いなと思った、うん、そうですね。聴いているうちに頭痛が溶けていくといいなという一曲ですと書いてあるんですけど、まあ、うん、普段こういう音楽を聴き慣れていない人には頭痛を増長させるような曲かもしれないし、うん、でもあれですよね、本当に人それぞれだから面白いなと思います。まあ音楽的には、うん、あの、生のビブラフォンなんだと思うんですけど、はい、あの、ビブラフォンもすごい、こう、電子音チックにレコーディングされていて、うん、まあもちろんエフェクターをかけて加工されてるっていうことなんで、はい、あの、質感変わってるかもしれないけど、そのなんか、中間な感じっていうんですかね、うん、生音と。すごいいい音なんですよね。あの、なんか電子音もしてないし、うん、あの、うん、エフェクティブな質感も感じないんだけど、ちょっとこう、うん、ビブラフォンではないみたいな感じとかのニュアンスはすごいかっこいいですね、うん、はい、はい、僕はすごい好きです。あと添付されてきたジャケット画像が一体どういうことだっていうジャケット画像で何なんだっていう何なんだろうね地球がイラスト化された地球がインターネットってカタカナで書かれたタスキをぶら下げてるっていう、もうちょっとびっくりしました。これにもじゃあ長島さんお願いします。はい、どうしよう。じゃあ全然全くまた違いますけど、デキン厚子翔さん、こう軽やかなこう、これは歌謡というんですかね。だけどこの、うん、やさぐれ感もこの哀愁もこんなに軽やかに歌ってていいなって思って選んでみました。リスタラを機にソロデビューしたということで、なんかこうすごいチャーミングに人生をこう好転させる人なのかなと思って、うん、うん、実話ですかね、思ってましたね。実話っぽいですよね。実話じゃないと出禁にならないと分かんないあの書けない歌詞ですよ、よね、うん、そうだよね、相当ですよね、うん、多分ね、出禁になるって相当だけど、うん、だいぶこう軽やかな曲でチャーミングな感じでした。厚子翔っていう名前は、あの、厚子という多分お名前の方に、翔って、うん、知恵子翔の翔がついて、厚子翔っていう、うん、あの、アーティスト名になってますけど。厚子翔だからね。名前が違うから、やっぱり。そうですよね。そうです。はい、じゃあ、蓮沼さんお願いします。はい。じゃあ僕も歌物がいいかな。素敵な音楽だったんですが、北村直子さんとポツネンという曲をお願いします。夕暮れと青空が
の生え一日のそのまぶたを閉じるように夜が来る一人の帰り道いつもの帰り道前回ユーザーがピックアップした秘密基地さんのあのポツネンという曲に北村直子さんがこれに歌詞を書いて歌っているのがこの楽曲ってことですね。でなんか秘密基地のあのなんだろうなギターの感じとかのバラバラなピースが一つになって音楽になっていたっていうのがその秘密基地のポツネンだったんですけれど、なんかこれはピアノの、丁寧に弾いてるピアノに丁寧に言葉を乗せて歌ってるっていうのがこれ夜聞いてたんですけど寝る前にすごいあっていい曲だなと思いながら聞いていました。うん、歌詞を書き直して送り直すっていうことやっぱり言葉をすごく大事にされてるってことですよね。うん、歌う時にやっぱそれがまた現れてていいなと思いました。歌詞によって曲の表情も全然違って聞こえたりもしますもんね。うんうん、蓮沼さんもあの自分の楽曲の中に歌詞が2個ある曲とかありますもんね。ありますね。ベーグルとかベーグルとかね、あのベーグルもそうだしアレンジもどんどん変えたりしてね言葉だけでもなく、一人で演奏したりするのとアンサンブルで演奏したりも違うし、違う人が歌うとまた曲も変わるしっていう、なんか曲が変化していくこと自体が割と好きなので、はい、それと同じ気持ちですね僕もね。はい、わかります。じゃあ僕が選びます。おくんぼさんのパラサイトという曲を聞きたいです。ギター用のエフェクターを購入して、その購入してすぐに嬉しくてその機材を駆使して曲を作ってみたっていうことなんですけど、なんかその機材買って嬉しいなっていう喜びがすごい音に乗ってる感じがして気持ちがいいというか僕も嬉しくなるような感覚を受けました。私これもう何回もループして、それこそ私も気づかずに20分ぐらいずっと聴いちゃって、すごい良かった。これいいですよね。軽やかなギターが、これもう買ってから使いこなせるようになったり、そのしばらくしてその持ってる固定の喜びがなくなったら出ないような音なんじゃないのかなっていう感じでもうファーストテイクマジック的な良さがありますね。あの音程を変えたりハモったりハーモニーを作ったりすることができるエフェクターなんですけど、勝裕二さんとか使ってたかもしれないですね。作ったり音程を変えられるというかピッチシフトができるエフェクターですね。以上9作品を選んだんですけれども、今回はあのフィールドレコーディング部門が結構充実してる感じでしたね。そうですね。フィールドレコーディング部門ちょっと送り場所が変わったことによって最近
応募しにくかったのか作品数が減ってたような気がしたんですけど、でも今回はいっぱい送ってくださって、うん、その中にもいい作品がいっぱいあって楽しかったです。はい、ゆっくりいろんな音楽に触れられて楽しかったです。今回も幅が広かったですね。そうで、むさびのやつも面白かった。毎回3人で別々のシチュエーションで聞いてそれぞれ好きなものを選んでる感じですけど、なんか1回ぐらい1から全部みんなでファーストインプレッションを聞いてみたいですよね。なんか本当に面白い作品ってあるじゃないですか。本当にもう笑っちゃうやつ、これみんなで聞きたいなっていう感じのもありますよね。あると思います。うん。なんかいつかそんなこともできたらいいなと思います。やりたいですね、それね。はい。はい。やってみたいです。デモテープオーディションコーナーはここでおしまいなんですけれども、お知らせの後は教授のプレイリストコーナーがあります。この後2時までお楽しみください。A13JWAVE Radio Sakamoto This is J-WAVE 81.3 FM Now transmitting from Tokyo Sky Tree 映像とアートの国際フェスティバル J-WAVE 公演恵比寿映像祭2023 2月3日から19日まで東京都写真美術館ほかで開催。テクノロジーをテーマに多様な映像表現からアートとテクノロジーの可能性を問いかけます。さらに注目作家4名が新作に挑むコミッションプロジェクトも始動。詳しくは恵比寿映像祭で検索。 Radio Sakamoto J-WAVE
flutua, vem navegando azul do firmamento e no silêncio lento um trovador cheio de estrelas. Escuta agora a canção que eu fiz pra te esquecer, Luísa. Eu sou apenas um pobre amador, apaixonado, um aprendiz do teu amor. Acorda, amor, que eu sei que embaixo desta neve mora um coração. Vem cá, Luísa, me dá tua mão. O teu desejo é sempre o meu desejo. Vem, me exorciza, dá-me tua boca. E a rosa louca vem me dar um beijo e um raio de sol nos teus cabelos, como um brilhante que partindo a luz explode em sete cores, revelando então os 7000 amores que eu guardei somente pra te dar, Luísa.
Radio Sakamoto. On 81.3 J-Wave. This is J-Wave. J-Wave 81.3 FM. Now transmitting from Tokyo Skytree. Skytree. ロットバルトバロン全国ツアーファイナル公演開催。 JWAVE 公演ロットバルトバロンハウルツアー2022-2023ファイナルフル編成東京公演。昭和女子大学瞳記念講堂で3月10日金曜日。詳細はロットバルトバロン .com。Radio Sakamoto on 81.3 J-Wave。 小山田圭吾がお送りしてきましたレディオ坂本。さてそろそろおしまいです。放送終了後は番組サイトが更新されますのでぜひチェックしてください。ここでお知らせです。 J-Wave マンスリーセレクション龍一坂本スペシャル12スケッチスと題して1月17日坂本さんの誕生日にリリースされるニューアルバム12に関連したマンスリー特番の放送が決定しました。ナビゲーターは編集者鈴木正文さんです。初回の放送は1月6日金曜日となります。2003年1月から始まったこの番組、その年5月の放送では東京とニューヨークのスタジオをつないで僕と坂本さんで二元中継的に放送したりしていましたね。2002年年末のスケッチショーのライブでゲストで出演したことがあったんですけども、その時に坂本さんと知り合いになったんですけども、お互いの第一印象は怖そうな人という、坂本さんが僕にそんなことを思ってたなんて初めて知りました。申し訳ないです、全然怖くないです。そんな坂本さんと僕の歴史と同じ20年続いたレディオ坂本、次回3月5日の放送をもって最終回を迎えます。この時間まで聞いてくださった皆様ありがとうございました。それでは皆さんお元気で、おやすみなさい。小山田圭吾でした。